皆さんこんにちは、ハナです。ハロー前回の動画で私はこの Apple Watch シリーズ8の 45mm の開封っていう話をしたと思うんですけど、気になっている機能があるのでそれについてはまた別で語るっていうことを言ったと思うんですけど、この Apple Watch シリーズ8からですね、皮膚温測定機能、皮膚温センサーっていうのがついて、夜寝てる間の皮膚温を測定することができるようになりました。そうですで、私この機能がもうマジで本当に発表会で見ててやばいわ、アップル好きだわって思ったんですね。で、軽く説明すると、このシリーズ8に搭載された新しいセンサーっていうのが手首の皮膚温を測定することが可能で、それによってその女性の月経周期をより詳細にかつ細密に把握、そして記録することができるようになりました。で、そのデータを使って過去の排卵のタイミングを測定してくれるので、家族計画とか、女性の健康チェックとかに生かすことができるらしいです。で、今までもアップルのヘルスケアアプリ上で自分の月経周期とか、あの iPhone とかね、アップルウォッチを使ってその上で入力して、で測定して記録するっていうことはできたんですけど、アップルウォッチ本体のセンサーを使ってその情報の一部を収集して、それを物理的にね測定できるようになったっていうのが、もう今回めちゃくちゃ新しくて革新的な部分なんですよ。これがもうやばい、なんてことって思って、でもう私的にこれを発表会で聞いてた時に、これはつまりアップルウォッチがある意味基礎体温の測定、基礎体温計的なものの代わりになるってことって思って、もうマジかよ、最高じゃんと思ったんですよねで、私はこれは基礎体温計の代わりになるんじゃねって思ったんですけど、実際アップルさん側はこの皮膚温測定センサーね、この皮膚温測定ができること自体を基礎体温とは言ってはいないんですよ。公式ページにもどこにもそういうふうには書かれていなくて、実際ヘルスケアアプリ上にある皮膚温測定の項目と基礎体温測定の温度を入力する項目っていうのは分かれて、入力ができるようになってるし、で多分厳密にはアップルさん的には基礎体温の測定ではないよっていうふうに言ってると思うんですけど、その基礎体温から得られる情報とか、測定する夜寝てる時とか測定するタイミングとか測定方法自体が、私が思うに基礎体温とほぼ同等というか、かなり近い測定の内容になるんじゃないのかなって思っています。なんで私は今回ちょっとこの機能について今からたくさん喋るんですけど、それは基礎体温として捉えて話をしていくんですけど、実際アップル的には必ずしも多分イコールではないんだろうなっていうことは一応お伝えしておきます。ハローで、この、今回紹介する機能で紹介されている月経記録とか排卵日測定っていうのは、本来基礎体温としてちゃんとね、本当ちゃんと計測器を使って測定しようと思ったら、めちゃくちゃめんどくさいんですよ婦人用の体温計を買ってくる必要があります。買ってきて、で朝起きたら布団の中でまず起きずに動かずにすぐその測定器を手に取って、口の中に入れてそれをベロの下に挟んで、そのままじーっと寝たまま測定する。でそれをちゃんと自分で後で記録する。でもそれを毎朝決まった時間に必ずやらなきゃいけないっていうものなんですよ。それ私は一時期その基礎体温をちゃんと測るっていうのを本当に実際やってた時があるんですけども、毎朝やるのがめんどくさくてめんどくさくて、もうやってないかーってなって遠くに投げたただ、女性の健康管理としては本当にすごく大事な指標だし、で私も婦人科になんか体の不調とかでかかるたんびにお医者さんにちゃんと基礎体温をつけてくださいねって軽く怒られるんですけどで、そんな大事だけどめんどくさいっていう計測をいつもつけてるアップルウォッチでできて、しかもその寝てる間にやってくれて、で勝手に記録してくれるの、もうやばくない？普通にやばいじゃんぜひこの機能をもう使おうと思って今回購入したわけですよ。アップル信者
の女としてもうこの機能を最大限にしっかり理解してしっかり使いこなしたいなってめっちゃ思ったんで、まあいろいろ今回そのために勉強をねしてきました。勉強をね。まあ月経周期の記録とか排卵の記録のその把握の重要性とか、それらを知る方法っていうのはどんなのがあるのかっていうのを結構私なりにまとめてきたので、今回この機能をね理解するためにお話ししていこうと思います。Hello. はい、それで一つ超大事な注意点なんですが、これから私がお話しする内容は医療的、まあ、医学的根拠とかに基づくものではありません。もちろん、まあそういった根拠に基づいて書かれた記事とかを引用してそれを使ってお話ししてはいくんですが、一応私が一ユーザーである私が個人的に独自に調べて、まあ、私個人の見解としてご紹介するものなので間違いとか不足が絶対あると思うんですよ。なんで、まあ、正しい知識をちゃんと知りたいっていう方はそういう有識者の方とか婦人科の先生とかにお話を聞いてちゃんとそっちからご参考するようにしてください。でもしまあこのビデオを見てる中にその有識者の方とか先生とかがいらっしゃったら、いらっしゃってもしそれ私の言ってることがあまりに間違ってるとかちょっとすっとんきょうとか足んないよっていうことがあったらコメント欄でご指摘補足いただけるとめちゃくちゃ助かります。はい、ということをご理解いただいた上で一緒に見ていこう。で、はい、こちら今回こうやってねいろいろちょっと勉強した内容をお話しするにあたって、あのこの純正のメモアプリ、私の大好きなねアップル純正のメモアプリにいっぱいまとめてきたので、これを見ながらお話ししていこうと思います。で、内容はすべてこれらのこちらにあるリンク集、これらのサイトから、引用させていただきました。このリンクは全部あの概要欄にも一応貼っておくので必ずチェックしていただけたらと思います。で、まず私が今回の皮膚温測定機能が、ま、女性にとっての基礎体温測定に近い役割なんじゃないのかなって思ったので、ま、そもそも基礎体温って何なのさっていうことを改めて調べましたので、もしねあの基礎体温よくわかんないけどこの機能のこともよくわかんないっていう方がいたらまとめて知っていただけただと思います。で、基礎体温って何なのさって話なんですけど、生命維持に必要な最小限のエネルギーしか消費してない安静状態にある時の体温のことらしいです。つまりまあ寝てる時の体温だね。あの朝スポーツしてる時とか買い物行ってる仕事してるご飯食べてるとかそういう活発的に動いてる時じゃなくても一番安静にしてる時、つまり寝てる時のもう超低い温度のことらしいです。で、一般的が 0.1 度単位で測る、まあ、熱出てないかなっつって脇の下とかに体温計挟んで測る温度とかあるじゃん。あれとは違くて、ああいうのは 0.1 単位で測るのに対して基礎体温は 0.01 単位まで表示されるらしいです。で、基礎体温は低温期と高温期の2層になり、それが一定のサイクルで繰り返されていきます。これはいわゆる女性のリズムっていうか周期的なものらしいんですけど、基礎体温の見方、これ参考にさせていただいたサイトにあったらめちゃくちゃ分かりやすい図なんですけど、こんな感じで、まあ、例えば女性は月経が始まるとこの基礎体温自体がものすごくドンと下がって、その後2週間ぐらい続くと、で、それが排卵をきっかけにグッと上がる、で、上がってその後また2週間続く、で、その2週間続いた後にまた下がってくると月経が始まるっていうサイクルを、まあ、人によって20何日の人もいれば30日とかの人にいるし、すごいこの期間っていうのはもう本当個人個人でバラバラなんですけど、こういう基本的な2層の高い時期と低い位置っていうのを繰り返していってるらしいです。だからこのリズムが例えば高温期がずっと続けてたら妊娠だし、低温期がずっと続き続けてたら排卵が始まっていないから排卵が起きてないっていう、まあ、体の不調にそれはもちろんなりますし、すごいリズムが上がり下がりが激しいとか全然変わらないとか、そういうことがあったりするとそれはホルモンバランスが崩れてるっていう指標になるから、そういうのも把握できて、要は簡単純に健康観察につながるわけですよね。はい、で、今の計測をするために使う基礎体温計っていうものを用いないといけないということはさっき話したんですけど、基礎体温計っていうのはこういうものですね。これも私多分ね、私が昔使ってたやつこんなだと思う。オムロンっていうところの会社の出してるやつが結構一般的というかあったんですけど、この値段1600円ぐらいでそんな高いもんではないんですが、これを普通の熱が出た時の体温計とはもちろん物が違うので併用できませんから、専用のものを買ってこないといけない。
で、どうやって測るのかっていうのをさっき軽く言ったんですけど、こんな感じで朝起きたら口の中に入れるんですよ。だいたいこの形の温度計って熱測るとき脇の下とかに入れると思うんですけど、婦人用の体温計は口の中に入れます。口の中に入れて、まあ下、まあベロですよね、ベロの付け根に入れて、それを舌で押さえて、そのままグッと動かないように、あんまり動いてしまうと温度がもう変わってしまうので、動かないようにそのままなるまでずっと待つっていうものをしないといけます。いけないです。朝目覚めたら体を動かさず床の中で寝たままの状態で検温しますっていう風になっています。で、これをまあ測って自分で、もちろんメモとかに記録してグラフを作っていくのが一般的だし、最近のすごいいい体温計では測ったそのデータを体温計の中に保存してくれたり、 Bluetooth でスマホに飛ばしてくれたりとかっていうものも一応あったりはするけど、まあ何かと面倒なことですよねっていうことです。 Hello はい、ということで、それを Apple Watch では実際どんな感じでそういう女性の健康周期っていうのを計測してるのかっていうのを、もうこれをお話していくんですけど、まず Apple Watch、 今まであった Apple Watch の周期記録、その皮膚音じゃなくてね、周期記録っていう機能があって、私本当にこの機能めちゃくちゃ推してるんですけど、あんま使ってる人、まあいると思うけど見たことないかな、私は。すっごい推しの機能なんだけど、Apple Watch のヘルスケアアプリ上ではこういう風に出てて、iPhone のヘルスケアアプリ上ではこんな風に出てて、Apple Watch ではこういう風に出てくるんですけど、今ちょっと実際にお見せしましょう。はい、これこんな感じで、一応ね、モザイクも入れるんですけど、私的には別に困らないんですけど、ちょっとモラル的にあれかなと思ったんで、一応ぼかしますが、こんな感じで月経記録っていうのはこう、表示できるようになってて、この UI が本当素晴らしい。例えば今日生理があるので記録しなきゃと思ったら、ここで出血ありなしか、あと出血の量とかもその時で選べて、なんか量から押せばも出血ありだねっていうことで、こうやって登録されます。で、自分が記録したやつは赤い丸で、例えばこの時にちょっと生理痛があってお腹痛いなとかっていうのがあったら、それも一緒に記録すると紫の点で表示されます。で、他に排卵調査の結果だとか、うんたらかんたら、基礎体温、さっき言った基礎体温もここで何度って入れれますよね。そういう Apple Watch 本体以外で計測した資料とか、自分がお医者さんでとか病院で測定した資料とか、そういう、検査結果みたいなのがあったりしたら、それも一緒に入力しておくことができます。で、今言った指標はこんな感じで、Apple Watch 上とかヘルスケアアプリ上ではこういう風に表示されます。で、これがもう何が素晴らしいって、本当記録するのは全然 iPhone でもできるんですけど、Apple Watch でできる今見せた UI が本当に素晴らしくて、例えば大体の人は、どっかの人はどうか分かんないけど、私の場合、自分の月経が始まったっていうのに気づくときっていうのは、大体朝起きて、まあ大体みんなトイレに行くじゃないですか。その時に気づくんですね。で、朝起きてトイレ行くときって、iPhone そのまま持って起きて、そのままベッドから iPhone 持って行く人ってあんまりいないと思うんですよ。で、私は持ってかないんですね。で、だからトイレで、あ、月経始まった、生理が来たって気づいて、後で記録しとかないと iPhone でと思ってトイレから出るじゃん。で、その後、まあ、ついでに洗面所で歯磨いたり顔洗ったりとかして、こっち来てお布団の畳んだりとかしてるうちに、もう忘れてんだ、記録しなきゃいけないってことはiPhone で入れなきゃいけないってことをね。で、どんどん何日か過ぎて、あ、この間生理の記録してない、何日来たっけなとかなっちゃって、もうその時点で正確な記録ができなくなってしまうわけですよ。だけど Apple Watch だったら、絶対夜寝てる間私はつけているので、起きてトイレに行くときもつけっぱなしじゃないですか。だからそれでトイレで、あ、生理来たって気づいたら、そのままアップルウォッチ出して、ピッピッピッって、今のほんとワン数ステップのタップだけですぐ記録完了して、もうあとは勝手にやってくれる。なんかもう絶対に忘れる率が私かなり減ったし、 iPhone のこのアップルが出してるヘルスケアっていう純正のアプリってかサービス自体がものすごく使いやすいし、セキュリティ的にも安心だから、私はこれが本当におすすめ。昔はサードパーティー製のアプリで iPhone で入れてたけど、もうそれも忘れちゃうし、やっぱりセキュリティも、まあそんなよほど興味変なのないけど、アップルに任せる方が私は安心だと思ってるので、これは本当に素晴らしい機能ですね。ぜひ使ってない人いたらマジ使ってほしい。もうそれがすごい便利なんで。で、アップルウォッチも、例えばそれで自分で月経を登録してある程度何月か溜まってくると、もうあなたの周期リズムはこんな感じじゃないっていうのを、アップルウォッチっていうかヘルスケアアプリが勝手に測定してくれるんですね。で、それの通知もアップルウォッチに来るんですよ。例えば
生理の、始まって、それで記録を何日かつけてて、それを忘れてしまったとするじゃないですか。でそれで何日かして勝手に普通にふーって過ごしてると、アップルウォッチがブルーってなって、生理の記録終わりましたかって、ちょっとあんた、あと生理終わったの、どうなのって、なんかママみたいなすごい聞いてくるんですよ。だから、ああそうだそうだ、この間終わったんだとか、あまだ続いてますよとかっていうのもそれで入れられるから、もう本当にアップルウォッチでやる方が絶対、これすっごくおすすめで、アップルウォッチでどうやって測定するのかっていうと、アップルウォッチの測定は前回の月経の長さや周期について収集したデータに基づいています。だから次の生理このぐらいですよとか、あなたの妊娠しそうな時期はこのぐらいですよっていう送ってくる通知っていうのは、あくまで自分が入力して蓄積したデータに基づいて算出しているものです。で、このデータは手動で入力するか、他社製のアップルを使っ、他社製のアプリを使ってヘルスケアアプリに、事前記録していたデータを確認できますと。で、妊娠時期は、記録したデータに基づいて算出されますと。だに生理の周期とか妊娠時期とか排卵時期っていうのも全部もともと自分が入れたデータに基づいて集積されていくっていうわけです。で、アップルはもうプライバシー、それらのプライバシーっていうのも超重きを置いていて、アプリに保存して誰がデータにアクセスできるかっていうのは自分自身で決めることができます。2ファクター認証とパスコードがデフォルトで設定されている場合、ヘルスケアとアクティビティのデータはアップルが読み取ることができない方法で保存されます。アップルは複合機を持っていないため読み取ることができないということです。だからどういうデータを自分で記録して保存して記録つけていくのかっていうのはもちろん自分が決めれるし、それを読み取れるのはパスコードを入力できる本人だけなので誰も見ることはできないし、それはアップルですら解読することは不可能になっているというシステムらしいです。ハロー。はい、で こっからがまあ本題というか、ようやくねこの皮膚温測定の話になっていくんですけど、新しく出てきた皮膚温測定について、 Apple Watch での基礎体温測定、私は基礎体温測定って言ったけど、 Apple は手首皮膚温測定って言ってます。これはまあさっきも言ったんですけど、 Apple Watch シリーズ8以降はこの皮膚温測定が使えるようになっていて、どうやってやるのかっていうと、2センサーデザインっていうのを採用してるらしくて、皮膚温測定のための独自のアプローチをとっています。肌に最も近い本体の半面にセンサーを一つ、そしてディスプレイの下にもう一つセンサーを搭載することで外温環境による偏りを減らしますっていう風になってるんですけど、さっき女性用の体温計を使って口に入れて測定するって言ったのも、あれも朝起きて口の中でやるのはなんでかっていうと、やっぱり口の中でやるのが一番ズレが少ないんですね。外からの温度の変化っていうのもないし、自分の体の温度直で一番出てくるから口でやるのが一番いいものとされてるんですけど、まあこのアップルの測定も同じような感じで、センサーが2つあるから、外の温度を検知するセンサーと自分の皮膚の温度を検知するセンサー、2つを使って誤差が出ないようにしてるっていうことなので、これもちゃんとすごく考えられているそうですね。で、手首の皮膚温度は全身の体温の良い指標になり得ます。5秒おきに手首の皮膚温を測定し、 0.1 度のわずかな変化まで測定しますと。だから基礎体温計は 0.01 度までなんですけど、 Apple Watch は 0.1 度らしいです。ここはちょっとまあ精度というか、やっぱりそういう差がちょっとあるので、ここもまあ多分基礎体温と皮膚温ではちょっと違う点なんでしょうけど、ただ手首の温度っていうのは、その夜寝てる時の一番低い安静時の温度を取るためには結構いい場所になるんだよっていうことをアップルさんは言っていますね。で、新しい皮膚温測定機能により、ユーザーは想定される過去の排卵の通知を受け取ることができます。排卵がいつ起きたか知ることで家族計画に役立てられ、これらの測定日をヘルスケアアプリケーションで提供することで簡単かつ手軽になります。皮膚温測定は月経の予測の精度も向上させます。だから今までは本当さっきも言ったけど、自分で入力した記録に基づいてアプローチが計算して、だいたい次の予測はこんな感じですよっていうのを言ってきたんだけど、今回からはこの皮膚温測定の物理的な測定値っていうのが追加されて、それも月経周期の通知予測に生かされるから、その精度自体が丸々底上げされるっていうことなんですよ。これが私めちゃくちゃ期待してて、だって自分の入力したデータが間違ってたり、すごいツッとんきょの内容入れてたら、正しいデータとしては通知が来ないわけじゃないですか。だけどもう手首の温度、正直な体の温度として出たものをベースラインとして周期の予知とかに役立てるわけだから、より正確じゃないですか。
で、それが生理日とか排卵日として通知されてくる。これは本当にやばいよ。もうだからぶっちゃけ自分で基礎体温で測っているっていう動作よりもより自然かもしれないね。で、記録された周期の周歴が 不規則、回数が少ない、または期間が長い月経や不正出血などの基礎疾患の症状かもしれない作用を表す場合、通知を受け取れるようになります。だからそういうもう実際物理的に、ね、観測したデータに基づいてるから、なんかちょっとでも異常があればそれも全部通知として送ってくれるっていうことで、めちゃくちゃ便利になりますね。Hello. はい、こんな感じで、まあ、基礎体温、まあ、手首の温度もそうですけど、こういう、まあ、女性の基礎的な体温を知るっていうことは、まあ、女性にとって超重要で、そのためにはちゃんとみんな計測した方がいいですよっていうことです。はい、いろいろねおしゃべりしたんですけど、私この機能自体は未だに試せていません。だって寝てないんだもん。さっき開けたし。なんでこれからちょっと数日実際にこれを測定してみようと思います。で、測定してどんな感じに表示されたかとか、あとまあどんな通知が届いたのかっていうのを、まあ、検証して、まあ、後日また別の続編としてかな、ビデオとしてお伝えしようと思います。まあ、ある程度体温のベースラインを取らないといけないらしくて、あのデータを5日間ぐらいちゃんとしたデータとして寝ないと、あのグラフとして出てこないらしいので、まあ1ヶ月とかちょっとそれぐらいちゃんと測定するってなったらかかっちゃうかもしれないんですけど、まあこの機能の使用感とか、まあ、精度とかっていうのをまたシェアしようと思います。はい、ここで編集中のソルリキです。 Hello. あのビデオを撮影した後に実際にアップルウォッチシリーズ8をつけて夜寝てみたら、ちゃんと計測が開始されていました。実際ちゃんとした測定を開始するには5日間ぐらいベースラインを取得する必要があるみたいなので、まだちゃんとしたグラフにはなっていないんですが、このベースラインを集積している間の手首の温度っていうのもちゃんとデータとして見れるようになってました。実際見てみると、あのちゃんとした基礎体温の温度とそんなに変わりないように見えるので、結構精度高い感じに測定できているように今のところ見えるという報告でした。なんで、まあ気になる方はぜひまた続編も見ていただけたらと思います。で、あとこの皮膚温測定機能の他にもシリーズ8、まあ、一応今 Apple Watch の中では最新機種ですから、まあ、他に気になる機能とか使用感とか知りたいことがあるっていう方はぜひコメントいただけたらと思います。検証して、まあ、返信させてもらったり、別のビデオに出したりとかして後日発表しようと思います。はい、なんで また今後も検証とかお知らせしますので、ぜひチャンネル登録お願いします。わー、これマジ言うの慣れないんだけど。はい、でもお気軽にコメントとか残していただけたりしたら非常に嬉しく思っております。こいつはずっと後ろにいたんだよ。はい、ということで以上、ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。